一緒にカプセルトイを楽しみませんか。カプセルトイちゃんです。我が家のカプセルトイもだんだん充実してきました。今回も最新のカプセルトイをどんどんご紹介していきます。まず一つ目に回したのはこちら、大人気商品です、ちいかわライトブレス。こちらね、回した時に列ができてまして、私列に並んで回させていただきました。ラインナップ確認です。ちいかわライトブレス、スイッチオンで7色に光る。ちいかわラッコ、栗まんじゅう、シーサー、モモンガ、ウサギ、ハチワレの全7種300円です。今回当たったのはこちらラッコですね。ラッコはちいかわの世界最強の戦士です。ちいかわとハチワレはラッコさんに戦い方を教わったりするんですね。絶縁シートを抜いてスイッチを入れると7色に光るそうです。うん、スイッチ入れてみましたけども、明るいところだとちょっと分かりにくいですね。手で覆ってじゃんけんの時、グーチョキパー何出そうかなみたいな見方してみましたけどもダメでした。後で部屋を暗くしてどんな風に光るか見てみましょう。先にこちら見ます。ベルトがついてて、こちらをつけて腕に巻こうとすると、届かへんの回ですね。届かないです。悲しいです。届かないですね。対象年齢6歳以上って書いてたので、大人はむしろ対象外なのかもしれないですね。大人気商品3回回してます。2個目は何が出たのでしょうか。水色が出てまいりました。水色といえばそうですね、ハチワレです。ハチワレが出てまいりました。可愛いですね。いいですよ。ちょっとほっぺたがね、ちょっと境目があるのがちょっと気にはなっております。ちいかわのほっぺたは境目ないですからね。で、絶縁シートを抜いて3つ揃った時に暗闇で光らせてみましょうか。3つ目、ピンク色が出てまいりました。何でしょうか。パカーン、シーサーです。シーサーっぽいちょっと赤みの強いオレンジ色のベルトがついてますね。今回3回回して当たったのはこちらの3つです。暗闇で光らせてみましょうか。どんな風に光るんでしょうか。ライトオフ。お祭りの時にみんな持ってるから欲しくなっちゃうやつですね。私カプセルトイちゃん、やっぱりおじさんなんでしょうね。今のところときめいておりません。ときめいてないし、腕につけることもできない。さて次に回したのはこちらです。たまごっちミニチュアチャームコレクション3です。こちらも大人気商品で、前発売されてた時は回せませんでした。今回再販ということで回しております。どんなのが出てくるんでしょうか。ラインナップ確認です。全アイテムボールチェーン付き、発売当時同様のストラップ風チャームもって書いてますね。音符がついてもって言ってますね。全10種もありますか。多い。いちごっち、ヤングミミッチ、ヤングマメッチ、リンゴっち、裏メメッチ、裏マメッチ、シマシマッチ、マキコ、赤いフラワッチ、赤いマメッチの全10種です。こちらは対象年齢15歳以上で300円ですね。当たったのはこちらです。これ何っちでしょうか。何っちですかこれは。ラインナップ見てみましょう。ヤングマメッチです。ヤングマメッチが当たりました。たまごっちが人気があった当時、私はたまごっちに触れていなかったので懐かしいなという感じはないですね。あー、でもストラップ可愛くできてるな。確かに出来はいいのかもしれないですね。一応もう一個回しております。出てきたのはこれですね。赤いなんとかっちっていうのいましたね。赤い豆っちだそうです。赤い豆っちが出てまいりました。可愛いですよね。確かに可愛いんですよね。おじさんにはちょっと刺さってこないな。当時やってないからかな。
で一応まあボールチェーンついてると、こういう風にカバンにつけといたら可愛いんでしょうね。まあ、300円というお値段も相まって、それは人気ですよ。このラインナップも力入ってますしね。どれが当たりというわけじゃなくて、全部可愛くて全部当たりなんでしょうね。ってことはもう1個でよかったな。このライトとたまごち1回ずつでよかったなって思ってます。次これ面白いですよ。ディープなカプセルトイです。シーチキンです。チーカワではないしね、たまごちとかそんなんじゃない、シーチキン。全5種400円です。さてどんなのが出てくるんでしょうか。パカン。ラインナップ、シーチキンエルフレークメモ缶。ここに何入れるって書いてるんですね。こうブリキ缶になってまして、ブリキ缶がメインです。シーチキンファンシーメモ缶、シーチキンマイルドメモ缶、オイル不使用シーチキンマイルドメモ缶、食塩不使用シーチキンエルフレークメモ缶。シーチキンの付箋入ってるって言ってますね。メモなのか付箋なのかっていう問題ありますけども、見ていきましょう。今回当たったのはオイル不使用シーチキンマイルドメモ缶です。たまごっちとちいかわライトブレスよりも私ときめいてます。すごくいい出来がいい、印刷も綺麗だし、で実際のこのブリキ缶なので質感もとても高いです。でこの印刷書いてある内容もほぼ本物と同じなんじゃないでしょうか。蓋を開けると中にシーチキン柄の付箋が入っております。そしてこれご覧ください、気持ち悪、何これ、黒いなんか腐ってるみたいなやつ入ってて、これ実はあのスポンジになってて、シーチキンの付箋の厚底底上げ用のスポンジです。これ気持ち悪い、なんでこれ入れたんだろう。ですごく質感高いです、ブリキ感いい、何入れようかなっていう気持ちになる。そしてこちらが、付箋なのか メモ帳なのかのやつですね。さてここで皆さんにクイズです。今出てきたのは本物でしょうか、カプセルトイでしょうか。2個目に回したカプセルトイなのか本物なのか、どっちだと思いますか。実は左手に持ってるのがカプセルトイ、さっきまで出てたのは本物なんですね。そっくりですよ。シーチキンマイルド、素晴らしい再現度、私感動しております。もうほらもう一緒。ちょっとねオイル不使用の本物見つけられなかったんで、ちょっとだけ違うとこ申し訳ない。裏開けれるとこと印刷との違いありますけど、もう完璧、見事です、素晴らしい。でこちらマグロでしょ、シーチキンといえばマグロだと思ってたんですけど、なんとマイルドはカツオなんですって。そんな情報今いいですか、私初めて知りました、シーチキンにマグロとカツオがあるなんて。でこちらねシーチキンマイルドの方を買ったらやっぱりカツオ、マイルドはカツオみたいですね。中身見ていきましょうか。こちらがカプセルトイで、こちらが本物です。なるほど、まあ、ちょっとやっぱこの中身は違いありますけどね、本物の方にメモはできませんけど、カプセルトイにメモすることはできます。大事なことをメモしておきましょう。1個でいい、忘れちゃいけない大事なことなのでメモしておきました。さあ次参りましょう。次はこちらです。バナナのお化け、全6種300円です。これね、カットしようか皆様にお見せしようか実は悩みまして、でまあカットせずにありのままをご覧いただきますけど、これ見てるとお化けってなんだっけって、思っちゃって、で調べていくうちにあれバナナってなんだっけって思っちゃいました。さてどんなものかさらっと見ていきましょう。ラインナップ、剥けていないバナナお化け、バナナお化け、完熟バナナお化けで、チョコバナナお化けで、チョコレートかぶってますね。いちごバナナお化けで、いちごはかぶってないんです。バナナの皮お化け、これ謎なんですよね。皮に顔がつくのか中に顔がつくのか、剥けていないバナナお化けは皮だし、剥けたら中だし、でこのバナナの皮お化けは皮だけだけど顔ついてるし、当たったのは剥けていないお化けです。
お化けと幽霊はちょっとまた違うみたいで、でお化けってなんだっけって思ってます。これ見ながらお化けってなんだっけなって思ってます。尻尾がこうニョロニョロとなってるのがお化けでしたかね。幽霊はニョロニョロってなってないのか。でここは頭ちょんまげみたいになってますね、ヘタがね。でこっちは皮に顔がついている方のパターンで、ここにバナナゴーストっていうラベルが貼られてます。完熟王みたいにね。でこれはバナナ、ちょっとこれ倒れちゃってすいませんね。こう手がこうなってるからお化けなのかな。幽霊もでもこうなってますもんね。お化けって何でしたっけ皆さん。これお化けかな。同じバナナシリーズ、この間紹介したオオサンショウウオのバナナですね。でこれ見てると、あれバナナってなんだっけって。死んだらお化けになるけど、バナナはそもそも生きてないですもんね。どういうことなんだろう。続いてこちらです。青果食品株式会社ミニチュアチャームコレクションです。全5種300円です。こちら回していきましょう。こちらもねバンダイさんの製品なので、メジャーどころと言ってもいいんでしょうかね。中身パカーン、ラインナップ見ようかなと思ったんですけども、最近バンダイさんよくやる、字だけのラインナップです。写真欲しいところですけどね、開発者さんのブログとか見てると、やっぱり最近物価高で生産コストも上がっちゃって、白黒にすることでコストを抑えるという企業努力みたいです。ラインナップ見ましょう。ボンタン飴、パイナップル飴、南国白熊バーマルチ、南国白熊デラックス、元祖鹿児島南国白熊の5種類です。当たったのはボンタン飴です。真四角の形に印刷物貼ったって感じですね。この裏面見てください。これね、ちっちゃい四角を並べて文字をごまかすというパターンですね。ここ例えば透明にして中身のボンタン飴が見えてたら可愛いと思うんですけどね、生産コストが上がっちゃうんでしょうね。難しいとこだな。本物がこちらです。本物と比べてみるともうほとんど同じですね。でこの背中の部分だけ、これがねちょっと私残念なんです。ちっちゃい四角でごまかすのがちょっと残念です。上側も同じだけど下側がちょっとだけ違うんですね。でこちらね、箱だけじゃなくて、こういう、中身のボンタン飴自体もチャームとしてついております。こちらも本物と比べますが、これ本物ね、ちょっとやっぱ違うんですよね。本物の方がぷっくりしてて美味しそうで、ミニチュアチャームの方はなんか四角だなって感じですね。これがちょっと残念な部分です。2つ並べるとこんな感じです。皆さんはどう感じたでしょうか。撮影中にボンタン飴2個食べました。美味しかったな。さっきからねゴリラさんが倒れてるんですよ。どうしたんでしょうか。お腹空いたのかな。ボンタン飴食べるかな。あ、一応見てますけどね、あすごい近くで見てるけどボンタン飴じゃないんだ。ゴリラさんどうしたんですか。いや実はさっきな、通りすがりの人に武器当てられてな、でこんなことある災難やな言いながらゆっくりと倒れたんや。大変なことが起きてました。ゴリラさん通りすがりに持ってたなんか武器でやられてたんですね。これはボンタン飴じゃダメですね。魔法で直さないと。魔法をやりましょう。一回ダイキャスト製ザマジックボトルマスコットですね。この魔法でこの辺のなんか強そうな魔法を引き当ててゴリラさんを元気づけてあげましょう。1回400円です。どんな魔法が出てくるんでしょうか。ゴリラさんのためになる魔法だといいんですが、開けてみてパカ、ラインナップ確認です。ダイキャスト製ザマジックボトルマスコット、属性魔法全8種、炎属性魔法フォティア、 B 水属性魔法ネロー、風属性魔法アエーラス、大地属性魔法エダフォス、雷属性魔法ケラブノス、毒属性魔法ディリティリオ、光属性魔法イエロスフォス、闇属性魔法黒き死神マブロスハロス、黒き死神が当たりました。
マブロスフォロスが当たりました。ゴリラさんにこれ使っちゃダメでしょうね。黒木死神って言ってますから、ゴリラさん、死なれちゃ困るんで、これは使えないけど見ていきましょう。すごい中二病心をすごいくすぐってくる。ずっしりと重いです。さすが大キャスト性、重たい、ずっしりと重たいです。で中のなんだろう、このクリアなパーツとかもうまくはめ込まれてて、どうやってはめ込んだんだろうって感じのやつです。で一応そのタグもついてますね。こっちの聖なる光の方だったらいけたかな。でも出たのは黒き死神、マブロスハロス。あんま上手に言っちゃうと魔法出ちゃうんでね、やめときましょう。ゴリラさんこれダメだった。死神が出てくるやつなんで元気出るやつじゃないから、こっちに置いとくね。手が届かないとこに置いとく。いや、脚立持ってこい。あの魔法で先のやつやっつけたる。脚立持ってこい。いや、ゴリラさん、さっきのやつ真後ろにいますよ。ゴリラさん、後ろ後ろ。脚立ありました、ありました。脚立回しましょう。このロングのグリーンかロングのレッド、長いやつだったら届くかもしれませんね。面白そうなんで回してみましょう。全5種500円です。さて届くかな、あの魔法のとこに届くのかな。見てみましょう。パカーン。大キャスト製可動式マスコット脚立全5種要接着組み立て式ってなってますね。接着剤がいるんですか。要接着、ロング、グリーン、ロング、レッドで、ショートブルー、ショートパープル、足場台ブラック、ロングがいいでしょうね。当たったのはこちらです。色がグリーンなのでロングが当たりましたね。要接着、接着剤でつけていきましょう。この足を延長させるために接着剤を使うみたいです。接着剤が固まるまでちょっと時間を置きました。これで固まったみたいですね。それでは足の滑り止めをつけて、でここの金具を止めて、こんな感じです。おい、脚立あるやないか。ちょっとその脚立立てかけてくれ。あー、ちょっと届かないですね、ゴリラさん。やっぱり届かんでもええねん。こっからジャンプしたらええねんから。いや、危ないからやめた方がいいですよ。いやいや、やめへんよそんなもん。あいつに絶対仕返しする。いや、下で見てますからね。危ない危ない危ない。落ちたらどうすんの、ゴリラさん。ダメだよ、落ちるからダメダメ、やめた方がいい。いや、で、いけ。おいおいと、もうボンタン飴を急いで食べて、ボンタン飴を急いで食べたらセーフ、落ちてもセーフ。どうも。とってもシュールなショーをご覧いただきました。さて次行きましょう。世界最小オセロ、石66個入りで本当に遊べるって書いております。全4種500円です。こちらの4種類ですね、何が出るでしょうか。とんでもないのが出てきます。ご紹介します。ラインナップこちらですね。全4種です。50周年迎えるそうです。一番スタンダードなやつ、オフィシャルオセロですね。で磁石式になっているマグネットオセロ、そして、私知りませんでした4人対戦オセロ、4人対戦用オセロが66個入ってる 3D 立体オセロ、これも私見たことなかったですね。今回当たったのはこちらです。4人用のオセロで、これがオセロの石だそうです。シールがついてて、ご覧ください。1個ずつこうやってシールつけるんですって。いや、怖い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 、無理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 、これに全部66個にこのシール、このサイズ感のこのシールを、無理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 、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、無理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 、はい、おしまい。さあ次行きましょう。アニマル鉛筆削り全4種100円です。これちいかわですもんね。ちいかわの鉛筆削りです。回していきましょう。ちいかわの鉛筆削りが100円で回せるんですね。いい、コスパがいいですね。どんなのか見ていきましょう。ちらっとだけね、ラインナップ見て、水色だからこれは8割れが当たりました。8割れ
の鉛筆削りですね、ここで知ってます？皆さん鉛筆削り、鉛筆入れて回すと削れるんですね。これ8割れ、ちょっといつもの8割れと違うか、これいつもの8割れとこう鉛筆削りの8割れどこが違うかはちょっとわからないけど、なんとなく違うかな。これちいかわシリーズじゃないのかな。あ、違いますか。ははー、だけど飛び箱猫、これは8割れって書いてますからね。ほら8割れって書いてますから、これはちいかわのシリーズかな。ラインナップ確認しましょう。アニマルアトラクション、飛び箱猫、サバトラプラス飛び箱1段、シャムプラス飛び箱1段、トラプラス飛び箱1段、ミケプラス飛び箱1段、そしてこちら8割れプラス飛び箱1段、これはもう間違いなく8割れです。ということはもうちいかわです。白縁プラス飛び箱で当たったのがこれ、白だけどちいかわじゃないシャム猫というか、これめっちゃ可愛かった。ちいかわと間違えるネタやろうとしたけど、これ私失敗してる。これめっちゃ可愛かった、普通に紹介したかった。しまった、これいっぱい回すべきだったんだ。ちいかわライトブレスとたまごっちを抑えてこれいっぱい回すべきだ。これすげえ可愛い、これすげえ可愛かった。しまった、シャム猫です。飛び箱飛んでるシャム猫、これすごい可愛かったな。で一応8割狙いもう一回回してます。パカーン出たのは8割れ、すごいでしょ。8割れがもう2個目で出てくる。でこれは8割れだからちいかわかなとかやろうと思ったけど、これも本当に可愛い。しまった、これちゃんと紹介するやつだった。可愛い。ちいかわの8割れと飛び箱猫の8割れの比較ですけど、リアル8割れね、かわいいな。リアル8割れかわいいな。他のやつも欲しい、飛び箱猫で、あの飛び箱をいっぱい重ねると8割れこういうポーズになるんですって。こういうポーズにしてみたい、かわいい。普通に紹介したらよかった。シャム猫もかわいい。で一応8割3人衆を用意いたしました。こちら8割3人衆です。最後にご紹介するのはこちらです。ずっと気になってた四天王です。カプセルトイちゃんね、カプセルトイが上手なんで、この四天王も4回やれば四天王がダブらず全部揃います。今からそのミラクルをお見せしたいと思います。私カプセルトイちゃんの実力がどんなものかぜひご覧ください。4個で四天王揃っちゃいます。その前にラインナップを確認しておきましょう。多聞天、増長天、項目天、時刻天の四天王、それぞれに3つずつカラーがあります。1つ目いきましょう。パカーン。1つ目に出たのはこちら、項目天。2つ目はこちらだ、項目天。3つ目こちら、多聞天。4つ目、多聞天。ということで今のカプセルトイちゃんの実力は二天王でした。四天王なんか全然無理でした。項目天と多聞天の二天王。さて今回もたくさんのカプセルトイをご紹介してまいりました。ちいかわのライトブレス、たまごっち、シーチキン、バナナのお化け、そしてボンタン飴、魔法のやつ、キャタツで、8割じゃない鉛筆削りで、飛び箱猫と四天王ね、いろいろありました。あの奥にねちいかわのカード出す見えてるんですけども、カード出すの開封動画実は撮ったんですが、動画自体が長くなりすぎたので別動画にしてあげようかなと思って、今回ちょっとカットさせていただきました。今回ご紹介した中で私が一番気に入ったのは、実は
飛び箱猫でした。でもね、紹介の仕方を間違ってしまいました。ハチワレと間違えるっていう、ギャグのために紹介しきれなかったな。もっといっぱいやって紹介したらよかったなって思ってます。それぐらい出来が良かったです。そして、こっちも良かった。金色の宝木店、これも好きですね。で、視点のバチッと揃えたかったですけど、なかなかうまくいかないもんですね。さて、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもどんどん面白くカプセルトイを紹介していきたいと考えております。そのためには皆様の応援が必要なんです。チャンネル登録まだお済みでない方はぜひともチャンネル登録をお願いいたします。そして高評価、コメントもお待ちしております。コメントをいただいて元気をもらって動画作り励んでおります。来週もまた土曜日に動画を作ってあげようと思っております。ぜひともまた来週もご覧ください。それではまた来週お会いいたしましょう。カプセルトイちゃんでした。